そして今日はですね、ここに白だしが入ります。で、最後の10秒ぐらいになったら、ここでバターが、で、バターを溶かしながら混ぜ合わせて、最後にとろみをつけていきます。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日はキノコの和風パスタを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティに、ニンニク、唐辛子、イタリアンパセリ、お好きなキノコ、バター、白だし、オリーブオイルです。はい、それでは今日は和風パスタシリーズということで、ちょうど季節が秋なので、キノコを使った和風パスタを作っていくんですけど、ベースはアーリオオリオエペペロンチーノのベースに、あのキノコだけを使った絶品の和風パスタをこれから早速作っていきます。はい、それではこれからキノコの下処理をやっていくんですけど、今日ですね、包丁、キノコは使わないで下処理をしていきます。で、今日僕が選んだキノコはしめじ、黒舞茸、椎茸なんですけど、これはあの本当に お好みのキノコで大丈夫です。で、しめじは裂いていくだけで、この一番大きいやつだけ半分に裂くみたいな感じでやっていきます。で、舞茸も基本的にこう裂くだけです。で、椎茸もですね、この下の部分をこうやると繊維質になっているので、こう綺麗に割れるんですね。で、半割りにするだけです。で、これでキノコの下処理は OK なので、あとはアーリオオーリオのニンニクをみじん切りにしていきます。で、ニンニクは今日はあのアーリオオーリオの、あのしっかりとしたパンチを出していきたいので、細かめですね。で、今日はあのイタリアンパセリでやっていくんですけど、日本のイタリアンパセリはですね、この茎のところも柔らかいので、僕は結構もうこのまま全部一緒に刻んじゃいます。そうすると茎の部分が香りがいいので、こんな感じで、はい、これでカットが終わったのでソースを作っていきます。はい、まずはこの下処理したキノコをですね、テフロンとかのこの普通のフライパンに全部入れます。で、今日これは1人前量なんですけど、キノコですね、 120g ぐらい、結構多く見えないですか。でも、キノコっていうのは水分量がとても多いので、最初にまずやることはこのキノコをまずはフラットにする。で、この状態で少量の、ほんと少量のオリーブオイルで火にかけていきます。中火ぐらいですね。じっくりと温度を上げながらキノコの余分な水分を抜いていくっていう仕事をするんですけど、キノコはですね、この最初にしっかりと水分を飛ばさないと、やっぱ旨味がしっかり出ないんですね。で、旨味が出てくると、その香りもしっかりと上がってくるので、まずはなるべく触らないで温度を上げていきます。で、僕いつも下処理で最初に塩を打ってってことをするんですけど、野菜系とかキノコ系は一番最初に塩をしちゃうとべちゃべちゃになっちゃうので、塩はですね、最後にするっていうやり方です。で、今だいぶフライパンがですね、こう手をかざすと熱くなってきて、キノコからも音が鳴ってきました。香りもちょっと出てきたので、そしたらここで一回返す。ひっくり返すと、まあ、キノコに軽く焼き色がついたので、このまま裏面もですね、なるべく触らないで加熱していきます。で、今全然触ってない状態なんですけど、この状態でですね、今もキノコのいい香りがすごい立ってるんですよ。キノコがですね、軽く水分が出て濡れてきました。そしたらまた一回返す。で、今あのずっとこのまま炒めていったんですけど、だいぶですね、焼き色がついてきました。そしたら今日のポイントは一回火を切ります。で、今この状態でやっとキノコの余分な水分がしっかりと抜けて、下処理がここで終わったっていう状態なんですよ。で、ここから今フライパンの状態がものすごい熱くなっているので、ここにニンニクといつもの通りオリーブオイルを入れていくと、ニンニクが一瞬で焦げちゃうので、この状態でフライパンが軽く冷めるまで待ちます。で、今ですね、このフライパンの中熱いんで、ちょっと冷める間にあの一つ小話なんですけど、基本的に料理人の人がキノコを美味しく調理しようとすると、オーブンで1時間ぐらいですね、じっくりこう水分を飛ばして、そこから料理に使うってことをするんですけど、パスタとしてこうキノコをメインにしてソースにする場合ですね、僕は多少の水分っていうのはジューシーさにもつながるので、これぐらいで止めておくのはですね、個人的におすすめです。で、今手をかざした時に軽くですね、あの熱源が落ち着いてきました。そしたらキノコを端に寄せます。で、見てください。これ塩をしていたらもう水が出てですね、びちゃびちゃな状態になってるんですけど、塩をしないだけでこの輪郭があるキノコ炒めができるので、この状態でさあ、いつものオリーブオイルを
加えて、でこの状態でニンニクオイルを作っていきます。で今日はちょっとカラビア唐辛子なので最初の段階から1本加えて、でこの傾けた状態を作ってニンニクのアーリオオイルのベースを作っていきます。で今ニンニクがふつふついってきました。そしたら今日ちょっとオリーブオイルの量がですね少ないと思うんですけど、これは仕上げにですねバターも入るので今日は少量のオリーブオイルです。であとは多少フライパンの温度がまだ熱い状態だったので、もうですね一旦ふつふつしたらもう火を切っておくぐらい、ここで余熱ですね4分ぐらいじっくりとニンニクの香りを引き上げていきます。でその間にですねパスタ茹でていきます。はい、それでは今日はあの和風のパスタなのでテフロンタイプのですねツルツルのスパゲッティーニを茹でていきます。で今日はアーリオオリオのベースなんですけど、あくまでもですね和風でちょっと出汁を使ったようなパスタになっていくので、8分茹でのパスタがですね7分前ぐらいに揚げる感覚で茹でていきます。はい、それでは今ニンニクがですね一旦落ち着いたんですけど、もうここで今加熱されて香りもいい感じに出てるんで、もう一回ここで火を加熱し始めて、もう一回ふつふついったらこのキノコと合わせていきます。はい、それでは今再度ふつふつしてって、この細かいニンニクも軽く色乗ってきました。それでいい香りが立った、そうしたらこの水分を抜いたキノコと合わせます。はい、そうするとですねここでもう余分なキノコの水分が飛んでいるので、これだけでパスタにしなかったら最高のキノコ炒めです。でここにイタリアンパセリのみじん切りが入ります。でパセリも加えて、これですね軽くキノコ炒めを作ってあげるイメージですね。でパセリが入りました。そしたらここで初めて塩をまんべんなく、これで最高のキノコ炒めですね。ここで今キノコの旨味が存分に出た状態で、ここで今日ポイントなのは茹で汁ではなく水が 100cc ほど、そして今日はですねここに白だしが入ります。でこれはですね今日はキノコの旨味って繊細でグアニル酸って言われてるんですけど、この旨味をですね、旨味と香りをしっかりと感じるためにポイントなのはめんつゆではなく白だしが入ります。で一度ここで沸かしていきます。で沸いたらごく弱火で、傾けられたら傾いた状態を作れるのが一番ベストなんですけど、ここでですねあと3分ぐらい茹で上がりまで時間があって、でこの今液体の中で一回沸かした状態90度ぐらいなので、そしたらここからですねまたキノコの美味しい出汁がですねこのソースに溶け出すので、この状態で茹で上がりまでキープ、それがポイントです。はい、それでは麺が湯がったので合わせていきます。で最後にですねまだちょっとパキッとした硬い状態のパスタをここで、まあ、1分ですねこの美味しい旨味のソースを吸わせてあげます。でパスタ仕上げるときは最後は強火です。でこのキノコの旨味がパスタに吸うともう最高の状態です。で最後の10秒ぐらいになったらここでバターが、でこのしっかりとした強い旨味の中にバターのまろやかさでつなぐ、でバターを溶かしながら混ぜ合わせて最後にとろみをつけていきます。はい、それでは今1分経った状態で最後に混ぜ合わせて、はい、そうするともうキノコの旨味が最高に麺に絡んだので盛り付け入ります。はい、これでキノコの和風アーリオオリオ完成です。はい、それではいただきます。いや香りがやばいですね。うん、いやもうこれはですねもう一口口に含んだだけ最高に美味しいですね。やっぱりキノコがですねあの最初に水分を飛ばした仕事がですね本当に良くて、キノコがベチャっとなってなくてもうコリコリでですねそれでいてジューシーでもう最高です。で今日のパスタはですね基本のアリオオリオに
あの白だしのだしのうまみが加わったっていうのはパスタなんですけど、あの基本的にこの和風パスタって言ったら、まあキノコとベーコン入れたくなるじゃないですか。入れたくなる気持ちもわかるんですけど、キノコだけでぜひやってみてください。本当に美味しいのが作れるので、ぜひですねこの秋の機会に作ってほしいパスタの一つですね。はい、ごちそうさまです。今日のこのキノコパスタなんですけど、最高の和風シリーズの一つになったので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。